始まりました。ブリタンチャンネル。ハロー。アウェイに逃げるムーブメント。アモゲンガ。伊藤先生。なんだ。特別ゲストが来てます。メンバーがですね、お正月により実家に県でバラバラ、帰ってますんで、今日ですね、スペシャルゲスト、お助けマン、ハギちゃん来てます。ありがとうございます。ハギチャンネルでええやん。ハギちゃんチャンネル。ありがとうございます。決まりましたね。準準レギュラーってサスケに言われてから、何も呼ばれたことがない。ずっと体の生配信の時も開けてましたよ、僕は。今日は、ね、車を使った企画なので、はい、アオキングさんが運転専門です。4人でチャレンジする企画を、はい、今日、水戸先生が考えてきたんです。楽しみ、はい、ありがとう。制限時間内に食べられなかったら即脱落、ドライブスルーの旅ボックスを3つ用意しました、はい、名前の書いた箱、うん、制限時間の箱、メニューの箱ー食べるのはお店の中です。はいはいはい、なるほど。その制限時間内に食べきれなかったら車が発車してしまうので、うんうん、皆さんお店の中でその引かれたメニューを制限時間内に食べて、うん、すぐ車の中に戻っていかないといけないんですね、うん、あ、じゃあもう時間過ぎたら車出ちゃうってことね。いや、そうです。もう置いていかれちゃうってこと。もうそうです、はい。まあ、あのドライブスルーといってもですね、はい、ドライブスルーの方でして、そういうことですか。するよってことね。はい。だから連続で出た時はさっき大盛り食べたのに、うん、また大盛りで3分以内とかなったらやばいよ。ちょっと待ってくれ、俺カレー2杯食ってきたぞ俺聞いてへんぞ今日こんなんやるって制限時間内に食べられなかった即脱落のドライブスルーの旅、行ってみましょう。最初に行くお店を発表します。はい。マクナルト。やっぱね。発音やな。やっぱね。あ、ラーメン。あ、メニューから行く？メニューから行きます。もう降りた瞬間から時間かかったのでね。確かに。何何何？あ、お、シェイク。あ、これは。じゃあ最初の時間こちら。あ、10分。あ、行けた。これはよ。これはいいでしょ。行きたい行きたい。むしろ行きたいもん。激混みの可能性もある。まああるよ。それはそれ運だから。確かに。はいはいはい。はい、こちら。厳しい。来ました。あ、アゴピカ。じゃあみんなでマクドナルドにドライブスルー。マクドナルドに到着しました。結構車止まってるんで、うんうん、ね、並んでる可能性はちょっとあるかも。大丈夫なのよ、そういう時は。なんで割り込みって言葉あるの。やめとけ。やばい、ダメよ、はい、ここ出たらもう測られるわけ。測られます。じゃあストップウォッチ、はい、マックシェイク10分以内に戻ってくる挑戦スタート。 OK、 お願いします。はい、はい、降りた。作動しました。作動しました。 S サイズにします。ビビって最初なんで脱落したくない。最初はすごい空いてます。マックシェイクのストロベリーで S サイズお願いします。リアルでも7分8分ぐらい。いや俺もそうだと思う。リアル、うん、もしかしたら店内があのワックス製素入ってツルツルで動けないかもしれない。そんな面白いハプニングないでしょ。ありがとうございます。もう間もなくね、3分になろうと。もうそんなに。もう3分になるよ。店内混んでますけどレジは並んでなかった。全然マジでいい。かわいすぎる。僕のお腹の上で寝るんですよ。マジでこれ3分目しかかってない。もうそろそろ5分9秒ですよ今。ええ、これちょっと、あ、来た来た、ちょっと、あ、来た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 5分。うわ5分16うわおぎゃー、絶対もうやってる。うわ、全く並んでない。でこれでこれ。そう、じゃあ次のお店にドライブスルー。というわけで2店舗目はすき家に着きました。あ、早く食わしてくれ。あ、回転がおるぞ。お腹減ってしょうがないわ。回転がおるぞ。どれが出るか分かんないよ。豚汁。いやいや、でもさ、俺ね、飲んだことあるけど、うん、熱々。確かに激熱よ、うん、じゃこれお腹もいっぱいになれないし置いてかれる可能性あるってこと。ありますよ。あ、これどうだ。お願いよ。うわっ5分。うわやばい。これはやばい。下ビチャビチャにやけどよこれは、これは無理よ。名前引きます。ちょっと待って。あっ、パンダ。最悪。でもすっごい早いよ飲むの、うん、降りた瞬間に押します。はい、パンダさん、豚汁5分チャレンジスタート。お、せいぜい声面変えて待ってろ。声面変えて、なんだよくわかんない。もうね、あのね、スピードじゃダメだわ。あ、入り口遠い、入り口遠い。あ、豚汁一つ。はい、あ、これ頼むんですよ、すいません。
さとみさん可愛い。あ、あれ石原さとみさん？あ、そう、ショートなりはって。でもパンダさんああいう感じでもし食べてるとしたら間に合わないね。間に合わない。あんな味わってたら。はい、ありがとうございます。はい。誕生日来ました。今もう？あ、2分5秒。うわあ。あと3分。これはガチで無理じゃん。厳しいんじゃないか。じゃあバイバイするようにさ開けとくわ。楽しいな。今4分2秒。ほら、まあ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 。今作って今出してくれたぐらいなんじゃない？はい。時間分かってるから出てきた時にあれないっていうやつやろ。車が4分もうすぐで半です。4分半になります。カメラを。じゃあ俺持つよカメラ。お疲れ様でした。45秒。すげえ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 すげギリギリ。え、すげえ。あ、熱かった熱かったすげえ。というわけでパンダさん正解。おーイエーイ。いや、これすごいわ。これすごいわ。アスリート、あのスローモーションに見えた。出てきた瞬間の場所。あの、マラソンでスタジアム帰ってきた。じゃあ、というわけで、はい、次のお店にドライブスルー。はい、というわけで勝谷に到着しました。勝谷、あの、がっつりじゃん食べたよね。そう、確かに、そろそろね。まだシェイクと豚汁だから、うん、シェイクだけ。いきます。あ、いいですか。お願いします。はい、はい、カツカレー梅。おー、なるほど。いや、カレー、長い長いの。長いの、いきますよ。長いの来い。はいはい。なるほど。無理じゃん。絶妙やな。絶妙だね。カツ丼よりは絶対いいはず。確かにね、早くね。問題誰が。いや、俺もう嫌や。もう俺カレー食うてん。食ってきたもん。もう、もう今日はカレーと口じゃない。はい、はい、誰。うわ、来た。伊藤先生。今まで人生でカレーめっちゃ早く食ったことあるでしょ。いや、物を早く食べたことがない。何それ。ダブルスプーンか。ダブルスプーン。もう行くの。効率悪いよ。こっから最寄りの駅までちなみに22分でした、さっき。行けなくもない。それでは、伊藤先生、勝谷、7分チャレンジ、用意、スタート。やばいやばいよ。あ、カツカレー梅で。カツカレー一丁でしょ。やばいよ、急がないとね。あ、ちょっとこれは厳しいかも。厳しいかな。カレーも熱いはずだからね。ね、そうそう、確かに確かに。勝つもよ、噛んだ瞬間の。じわっと。全然来ないよ、カレーが。3分過ぎてます。3分だよ、あと4分だよ。あの、7分までに提供されずにバイバイするって言われた。一番面白いけどな。食べてもないから終わるっていう。そしたらゆっくり食べて帰った方がいい。やばいよ、全然。あ、来た。来た来た来た。やっぱ人生初の早食いでテンパってる可能性は。そうだ。早食いだよ。めちゃくちゃこっち見てんな。残り30秒。ちょっと帰る準備しましょう。うん、はい、はい、寂しいな。はい、あと20秒。やばい。企画の率。頑張れ。やばいかも。はい、5、4、3、2、1、7分です。終了。さようなら。バイバイ。見てる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 。さようなら。バイバイ。バイバイ。取り残されてしまいました。カレーはとっても美味しかったです。この後みんなが
美味しいご飯をたくさん食べられることを祈ってます。発案者チル、誰もいなくなってくるんでしょ。そうだよ。怖っ。じゃあ次のお店に、せーの、ドライブスルー。それでは続いての店舗は松屋さんです。イエーイ。メニューからこちら、うわ、カルビ焼肉定食。あー、あーでも定食こちら、はい、5分え、これは無理だ。いや、これ終わったー。だって勝ち気でいかないと。やっぱりいや、シェイク5分超えてたよ。まあ誰が出るかよ、あとは頼む。これはちょっと、ちゃん頼む。これはちょっとあんま当たりたくないかな。誰だ誰だ。パンダなんです。もうパン見えたよ。最悪。よし、行くぜ。いいですか。はい、行きます。それではパンさんのチャレンジ、松屋5分はい、よーい、スタート。あ、出てきた。よし、おっしゃいました。急いで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 。よしよしよし。あ、入り口近いね。カルビ定食、カルビ定食、定食、あ、ちょっとカルビ、カルビ、いいよ。でもグーが少ないから、でも一回人は終わっちゃってるから、もうもう気にせず流し込めんじゃん。さっきのさ、好き屋で豚汁で5分ギリギリだからもう絶対無理じゃん。しかも豚汁で感動的ギリギリやから。そうね。あ、でももうそこで2分経ってる。うわあ、3分しかないよ。あと3分。時間何分のこと？今4分35。あ、終わっちゃう。10秒前。うわあ。99番。いきます。5。4 来ない来ないです。3、2、1、終了。出発。うわー、終わった。発車してください。うわー、さよならパンダさん。さよならパンダさん。どこなんやろ。どこにいるんだろう。どこにいるんやろ。どこにいるんだろ。バイバイ。よし、いける。いない。置いてかれました。おかわりしたい。次こそはハギちゃん出てほしいわ。そうよ。これでもう次はアホピカちゃんがおらんくなったら、もう俺一人で、うん、ハギちゃんチャンネルになっちゃう。ほんで俺後ろでシートベルト締めて車乗ってるだけのチャンネルになる。では次のお店にドライブスルー。続いてのお店はスシロー。スシロー激混み。すごい、車の数やばいよ。島内入り口まで。あんまこんな言うたらあかん。でもハギちゃんじゃ引こう。俺いい。はい。スシローのメニューなんですけど、うん、これはメニューの名前書いてあるんじゃなくて、うん、何皿っていう表記になってます。なるほど。はい。なので10皿、20貫だよ。えぐ。時間問題、時間。確かに。ちょっと行くで。はい。よいしょ。うわー。いや無理や。5分。いやこれはまだまだ諦めちゃダメ。諦めちゃダメ。まああとこれ誰どっちがどっち行くか。そうね、ラストのお店です。時間的にちょっともうだって一人になっちゃうしね、あれやったら。そうそうです。頼むで。もう俺かハギちゃんか。もうええ。うわー。アゴピカ、ちょ待ってくれよ。俺何しに来たんや。いや本当に俺車乗って喋って終わり。頼むで。任して。もうほんま帰ってこんかったわ。もう俺終わりやな。それでは10皿5分チャレンジ、よーいスタート。いた。ちゃんと詰めてもいた。絶対無理だ。よし、着きました。2階席、2階です。申し訳ございません。案内の順番が全部です。今日、ただ単に本当にドライブしただけになっちゃって。そうよ。いい思い出できただけよ。今食べてくれてるはずだから、うん、食べてはまだないかもね。チャレンジしたかったよ俺。ちょっとその羨ましかった。あのパンダさんの豚汁ゴーンズちょっとかっこよかったからさ。あ、まあ戻ってきた時ね。ほんで言ってる間にもう4分15秒。ちょっと準備しますか。やばい。
430円です。ありがとうございます。まとまったよ。金額は確認し決済端末の金額。あれここだったね。うわ、車ない。置いてかれた、置いてかれた。5、うわー、終わる。4、3、2、1、終了。出発しまーす。さよなら、ゴピカ。今日もええて、もうええて。今何してるんや。なんだ、めちゃめちゃ頑張ったんだけど、ハギちゃんチャンネルに生まれ変わってしまった。歩いて帰ります。あの概要欄にハギちゃんチャンネルのあれがあるんで、よかったらそっちも見てください。すいません、最後本当に見てくださる皆さん、こんな演奏になってしまいまして、皆さんハギちゃんをよろしくお願いいたします。シャキーン。それではこの動画が面白かった人はチャンネル登録、高評価お願いします。お願いします。それではバイバーイ。バイバーイ。こんな辛いのないぞ。わざわざ虎のコスチューム着てもらいました。しょうがないけどね。しょうがないけどね。細かく。